若林正都氏は、日本の農林水産官僚、政治家。君党は朝日大受賞。弱の字は、草冠の部分が三角の、ではなく、四角の、十重々である字体を正式な表記としている。衆議院議員、参議院議員、環境大臣、農林水産大臣などを歴任した。長野県沙良品国志野の一町出身。形中学校、高等学校を経て、 東京大学法学部第一類卒業。大学卒業後は農林省に入省。食品流通局市場課長、農林経済局金融課長、構造改善局農政部農政課長、国土庁長官官房総務課長を歴任。1983年1月に農林水産省に戻るとともに退官した。1983年の 第37回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、旧長野一区から初当選した。続く1986年第38回衆議院議員総選挙で再選を果たす。総務政務次官などを歴任するが、1990年の第39回衆議院議員総選挙で落選した。1993年の第40回衆議院議員総選挙で当選する。 1996年の第41回衆議院議員総選挙では2度目の落選となった。1998年に参議院議員に倉替えし、第18回参議院議員通常選挙、長野県選挙区で当選。2004年、第20回参議院議員通常選挙で再選。2006年、第1次安倍内閣で環境大臣として初入閣。 2007年5月28日から6月1日まで自殺した農林水産大臣松岡俊勝の後を受けて農水大臣臨時代理を務めた。これは松岡の外国訪問中にはおおむね若林が臨時代理に指定されていたことなどによる。8月1日、松岡俊勝の正式な公認として農林水産大臣を務めていた赤木徳彦の辞任に伴い、 農林水産大臣を兼任。8月27日の内閣改造により一度は閣僚を退任したが、自分の公認農林水産大臣として入閣した遠藤武彦の辞任に伴い、8日後の9月4日に専任大臣として再度就任。臨時代理を含めると、3ヶ月余りで3回目の大臣就任という事態となったことで不祥事を起こした。 農林水産大臣の後のリリーフ役というイメージが定着し、農林水産省では抑えの切り札、ミスターリリーフと呼ばれるようになった。同年9月26日に発足した福田康夫内閣でも農林水産大臣に再任され、2008年8月2日の内閣改造まで1年間在任した。体調不良で、 自民党参議院幹事長を辞任した山崎正明の後任に自民党両院議員総会長の谷川修善が就任したことを受け空席になった自民党両院議員総会長に就任2009年の第45回衆議院議員総選挙で自民党ゲアが決まった後の9月16日には内閣総理大臣指名選挙で自民党の主犯候補となり119票を得た これは、総選挙で惨敗した責任を取って、麻生太郎をはじめとした自民党幹部が、総裁など党役職を辞任すること、この時点で自由民主党総裁選挙が実施されておらず、後継総裁が決まらない状況でもあったことから、自民党議員全員が一致して投票できる、候補として、両院議員総会長の職にあった若林に、白羽の矢が立ったものである。 相次いだ農症リリーフに続く大役が話題となり参議院議員初の自民党指名候補となった若林本人は若林正俊自体に大きな意味があるとは思わない結束のためだとコメントした同年12月5日翌年行われる第22回参議院議員通常選挙へ出馬せず引退する意向を表明した2010年7月に 任期満了後の夏の参院選には、代わりに長男が公募という形で、自民党公認として出馬する段取りがすでにできていた。2010年4月2日、3月31日の参議院本会議での採決において、自民党が、党議拘束によって、投票行動が一致していた日本放送協会、平成22年度予算案など、 計10件で押しボタン式投票で欠席していた自民党前参議院議員会長の青木美希夫の投票ボタンを押した責任を取って参議院議長枝佐月に議員辞職願いを提出し同日の参議院本会議にて若林氏の辞職案件が可決され若林氏の議員辞職が決定した代理投票をした理由としては参議院本会議で導入されている 押しボタン式投票では、有権者が個々の議員の投票先が容易に閲覧できる仕組みになっていることから、危険が多くなると、国会欠席で政治活動が怠慢であるとして、有権者にネガティブな印象を与えてしまうために、青木から代理投票を依頼されたと推測されたが、若林は記者会見で間が差したとしか言いようがない、青木さんから依頼されたことはないと謝罪。 釈明を行い、青木からの代理投票の依頼を否定した。不祥事で辞任した農水大臣の三度の代役、総裁不在時の自民党首相候補、参議院本会議での代理投票など、最後まで誰かの代わりということが印象に残る政治家人生であった。また、他年にわたり国会議員として議案審議の重責を果たすとともに、 農林水産大臣等として国政の数期に参画した功労により2011年6月24日皇居での大受賞等を勲章新受式において極日大受賞を授与された2007年2月20日読売新聞の調査で2004年の参議院議員通常選挙における若林の選挙運動費用収支報告書に実際の収支と異なる記述をしていたことが分かった 選挙運動費用に400万円超の余剰金が出たにもかかわらず、その余剰金の存在を選挙運動費用収支報告書に記載しなかった。選挙運動費用収支報告書に記載されなかった余剰金は自由民主党支部の金庫内に保管していたという。なお、選挙運動費用収支報告書への行為の虚偽記載は公職選挙法違反に該当する。 若林氏が支部長を務める自由民主党、長野県参議院選挙区第一支部が、国から公共工事を受注している建設会社から参議院、通常選挙投票日直前に寄付を受け取っていたため、公職選挙法違反が指摘されている。2010年3月31日、2010年度 NHK 予算案の本会議採決の際、自らの議席の臨席の青木幹夫の 賛成ボタンを押した。採決の際、青木は途中退席して席にいなかった。これに反応した参院民主党は、前代未聞の不正行為を働いた。国会の議決を不正行為によって歪めた恐ろしい事案だとして、若林の懲罰動議を提出し、若林は4月2日に議員を辞職した。ありがとうございます。